ご来光を期待して暗い口から山頂に向かいました。ヘッドライトでね、足元を照らしながら昨日登った道を再度登っていきます。二度目の山頂はね、かなり風が強く寒い。岩陰に身を寄せて風をしのぎながら日の出を待ちました。しかしガスが晴れない。しばらく待ってるとガスが流れて朝の光を浴びることができました。ほんの一瞬だったんですけどね。寒い山頂から下り始めます。標高を下げるとね、ガスがだんだん晴れてきて、室戸ビジターセンターに日が当たっているのが見え始めました。そして斜めに差し込む光が、北側の低い山並みに差し込む様はまさに光のマジックでした。小屋に戻ってスパゲッティ茹でてね、ミートソースでいただきました。なかなかの美味。腹ごしらえも済んでね、村戸ビジターセンターから下山を開始しました。三田ヶ原を過ぎて上りとは違う砂防新道を下りました。こちらはね、川筋に降りる道です。登ってくる登山者もかなり多い。時にはね、何人も連なって登ってきました。こちらがまあメインの登山道っていうことでしょうかね。下手な歩き方をすると膝が痛いんで、姿勢に気をつけながら降りていきます。ちょっとした違いでね、膝の負担が変わるんだから、なんとも不思議です。吊り橋を渡って別当出会いに下山、さらに車のところまで歩いて山旅を終了しました。白山展望の湯で汗を流し、三男の家まで帰ってね、今回の後付け旅はとりあえず終了です。